チャーハンは炊き上がった米飯を様々な具材とともに油で炒めた料理である。香港のチャーハン。インディカ米が使用されている洋州チャーハンや福建チャーハンが有名である。生米を炒めてからニルパエリアや炒めた生米を炊くピラフが存在するが、それらとの混同も見られる。中華料理の一つとして分類されるが、米を主食とする地域においては普遍的に見られる。 調理法であり、必ずしも中華料理の影響を受けているとは限らない。日本語では焼き飯とも呼ばれるが、中華風の焼き飯のみをチャーハンと呼ぶと解釈される場合もある。また類似の料理は東アジアと東南アジアで広く見受けられる。例を挙げれば、韓国ではポックムパプ、北朝鮮ではギルムパプ、太陽国ではカーオパット、 インドネシアとマレーシアでは、ナシゴレン、ベトナムでは、コムチェンとして定着している。関東語の音表記は、ザウファンに近い。食べる際に使う食器にもバリエーションがあり、日本では、レンゲ、中国では箸、またスプーンを使うところもある。基本的に、米飯、卵、食用油、調味料を用いる。その他、チャーシュー、ハム、ウィンナー、ベーコンなどの肉類、 エビやカニなどの海産物、ネギや玉ねぎなどの香味野菜、グリーンピース、ピーマンなどが使用される。タイのパイナップル入りチャーハン、カーオパットサッパロットのように果物を入れる場合もある。ベタつかないように水分の少ない米飯を使用する。一般に粘り気の少ないインディコ米が適していると言われる。炒め油は店で多く使用されるものはラードだが、家庭では 植物油の使用頻度が高い。調理法は、おおよそ以下の通りである。まずネギやハムなど、具をみじん切りにし、これを十分に炒め、一旦皿に取る。十分に熱した、中華鍋やフライパンに、食用油を入れ、溶き卵を入れる。卵は固まるに、十分な、かつ火が通り過ぎない程度の時間で加熱する。卵が完全に固まる寸前に米飯を入れて炒め、飯粒に、 卵の皮膜を作ることで油の吸収を防ぎご飯がベタベタの団子状になるのを防ぐ場合もある。卵は炒める前に白飯と混ぜ合わせる。卵だけをあらかじめ炒めておき白飯を炒め始めた後で具材と一緒に混ぜ合わせる方法もある。また卵を鍋に入れたら間発を入れずその上にご飯を乗せ固まる前の卵をご飯粒一つ一つに まとわりつかせるように炒める方法もある。塩、胡椒、醤油などで味を整えた後、炒めたみじん切り具材を鍋に入れ、米飯と混ぜ合わせる。盛り付けて完成。炒める際に、カレー粉を混ぜると、ドライカレーに、ニョクマムやナンプラーを加えると、ナシゴレンなどの東南アジア風チャーハンに、ケチャップ主体で味付けすると、チキンライスになる。粉末状のチャーハンの素や、 専用の調味料も市販されている。工夫次第で様々な食材を利用できることから、冷蔵庫の残り物を活用できるほか、短時間に手軽に作れるという理由から、家庭料理としてもチャーハンの人気は高い。家庭によって味付けが異なり、家庭の味ともされる。中華料理店における調理では、火力が強い業務用コンロと液化石油ガスなどを使うが、 一般家庭用の電熱器や型の古い IH、クッキングヒーターなどでは火力が弱い上、鍋を前後に揺すってご飯を混ぜる、振り鍋ができない。また、火力の弱いコンロでは振り鍋をすることによって鍋の温度も下がってしまうため、全く同じように調理することはできない。家庭で美味しいチャーハンを作るためのレシピも多く、強火のコンロなどを使用したりさらに工夫したりする。 ことによる美味しいチャーハンの作り方がしばしば話題となる。ラーメン半チャーハンセット庶民的、大衆的な中華料理店では欠かすことのできない定番メニューでメインメニューとしてもサイドメニューとしても需要がある。単品のチャーハンは庶民的な飲食店ではザーサイや紅生姜、スープがセットになっていることが多い。半量のチャーハンは俗に半チャーハン略して半ちゃんと呼ばれ、 半ちゃんラーメンや半ちゃん餃子と呼ばれるセットメニューは定番となっている。チャーハンにとろみをつけた野菜あんをのせたあんかけチャーハン、フカヒレの入ったあんをのせたフカヒレチャーハン、中華スープをかけて食べるスープチャーハンも本格的な中華料理店を中心に人気がある。チャーハンのもとインスタント食品を使用したチャーハン調理の一例、電子レンジ。 フライパンなどで加熱するだけでできる冷凍食品のチャーハンがスーパーマーケットコンビニエンスストアなどで売られている。一部では飯粒にラードなどの食用油脂を噴霧して冷凍することで中華料理店並みのご飯のパラパラ感を実現し自家製チャーハンより美味しいと言われるような商品まである。これらでは一食分が包装されたものも多く喫茶店などの軽食を提供する純飲食店では 業務用のものを利用する場合もある。パッケージが市販品と比べて簡素化され、その分安価である。日本では粉末調味料とフリーズドライ食材を1袋にしたパウダー状、インスタント食品のチャーハンのもとも発売されている。これは、いり卵と米飯を油をひいたフライパンで炒めた後に、これをかけることで、いかにもチャーハンらしい見た目と味になるというものである。 その一方、日清食品よりカップ内に湯を注いで乾燥米飯を戻すカップライスという商品が1970年代にマルカ食品からは1980年代に同様のものをカップラーメンの付け合わせとしたラーメンチャーハンが販売されたことがある。21世紀に入ると日清食品他で水を注いだ乾燥米飯を電子レンジで戻すカップ食品も提供されている。 ありがとうございます。